まずはファイターズの先発、今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。打ちました。ボテボテ取りました。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている福田。山崎、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー山崎、そしてキャッチャーは郡司。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。バッターは3番の中川。2アウトランナーありません。低めのボール入りました。インコース決まった。ワンボールツーストライク。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックス森、ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ初球ボールになりましたけど、低めを徹底したい場面です。2球目打ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁へ送球する。ファイターズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁一塁。さあファイターズ先制のピンチを迎えています。やはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の山崎、このピンチをどう切り抜けてくるのか。惜しいボールでしたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。石井一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。2回になります。追いかけるバファローズの攻撃。バッターは DH ゲレーロ。ファイターズ1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を封にしないようにしたいですよね。打ちました。石井アウト、ワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。引っ張った、これは一二塁間を破る。同点のランナーを出してしまいました。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスは8番足立。ヒットでランナーを一塁に置いています。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。二塁はセーフ。ファイターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。打順は9番紅林。ファイターズ連打でランナーを増やしています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあここをしのぎきれるでしょうか。さあ一打出れば同点。左中間へ持っていった。さあ面白い当たりになっている。抑えてツーアウト。セカンドランナースタート。タッチも一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。さあそして打席にはチャン入ります。さあツーアウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、そうですね。ファウルボールです。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど、打ち上げた高い打球、ファウルグラウンドへのフライです。掴んでスリーアウト。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく2球目打ちました。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー2塁です。さあそしてバッターボックスには中川が入っています。こういう場面で結果を出すバッターですから、十分警戒していきたいですね。さあ一打同点。外の球打った、サードの左掴んだ。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には森が入ります。ここはチャンスに強いバッターに回ってしまいましたね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいです。インサイド打った、セカンドの左一塁へ。
一塁アウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。ランナー進めてきましたね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、甘いコースは特に禁物ですね。その警戒すべき頓宮がバッターボックスです。またインローボールになります。さあ4球目は何か。いや、いい球です。追い込みました。ファウルです。見送ってボール。これでフルカウント。いい当たり、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁到達。バファローズ同点、1対1。ファイターズなおもピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました。同点です。スコアを振り出しに戻されましたね。さあこの場面で打席には6番のゲレーロ入っています。低め、これは外れた。ファウルです。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。もう一回インローに持ってきました。見送っています。ボール、ファウルです。次の球もストレートでいいでしょうね。なるほど、見逃しで三振を奪います。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しませんでした。いい球ですね。